はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。山根様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動を資金にさせていただきたいと思います。なんか声が、エコーかかってませんか今日。実はですね、引っ越しすることになりまして、引っ越し準備のために、部屋の中がですね、ガラーンとしてまして、このように声が響く状態になっております。今日の豊島区31度超えしておりました。皆様体調いかがでしょうか。5月なのになんだか異常だな。中国大陸のですね、急速な砂漠化のせいでしょうか。節電呼びかけなど気にせずにですね、冷房を使ってください。呼びかけてる連中は我々が熱中症になっても一切責任取りませんので、自己判断で暑いと思ったら冷房をお使いください。自民党総務会が LGBT 法案を了承。懸念を述べた中曽根博文参議が退席した後に採決。全会一致で、賛成ってことになったみたいであります。若林洋平参議。LGBT 法案総務会にて了承されました。中曽根博文参議院議員が懸念を述べられ、退席された以外は賛成のみだった模様です。野党の党法案への対応はどうなるか分かりませんが、審議していく上で、皆様の懸念や不安が払拭できるような不足を加えていただくしかありません。高鳥修一政調会長代理、総務会にオブザーバー出席。議案先ほど了承されました。中曽根先生が懸念を述べられ退席。あとは賛成のみ。一任を強行した幹部から手続きに瑕疵があるから場外発言しろと言われ呆れ果てました。一般対応、もう完全に左翼政党だな。独裁色豊かになりましたね。良識ある国民はしっかりと見ています。この結果の影響は次の選挙の時にはっきりします。保守派議員が最後まで抵抗してくれたってことは皆忘れないと思います。一任を強行した幹部って誰ですか？自民党ももう終わりだね。一任を強行した幹部が手続きに瑕疵があるから場外発言しろって言ったらしいけれども、高鳥議員のですね、オブザーバー参加手続きに瑕疵があるからお前は発言すんなってことですかね。その一任を強行した幹部の名前が知りたいんですけれども、この岸田独裁に不満を持つ自民党議員、3件が実名で報道しておりました。高鳥修一衆議、安倍さんが亡くなった途端に平気で裏切る議員が残念でならない。赤池参議、賛成少数でも役員一任、ありえない党運営。和田政宗参議、反対が多いのに一任はありえない。民主主義に反する。若林洋平さん、慎重派の意見が圧倒的に多かったのに一任で幕を閉じた。青山茂春さんに、岩盤支持層だけでなく離れてしまう人が増える。実は昨日ですね、とある自民党地方議員から連絡がありまして、支援者がもう自民党員辞めるって何人も言い出してんだって。でね、自治体の自民党議員の、何人かいるじゃないですか。一議会にさ。で、会派組んで、やってるじゃないですか。その中でも右と左に分かれて、やり合って、もう大変ですって、昨日連絡いただきました。いやー、気の毒だなー。その人はちょっと右の色が強い人で、その人の支援者っていうと、やっぱ右の色が強い人じゃないですか。もうやめるって、自民党にやめるって言い出してんだって、何人も。あーって感じなんですけども。同記事によるとですね、多数意見を封殺した幹部、総理の顔に泥を塗るわけにはいかない。と言ってたらしい。名前は出ておりませんでしたけれども、それに対する反応です。それが議論打ち切りの理由って、マジか。なぜ慎重に議論することが顔に泥を塗ることになるのか。大した顔でもある前に。岸田のメンツより民意が大事。自民党崩壊が進む予感。聞くのは国民の声ではなかったようですね。サミットでいい格好するのがそんなに大事か。まあそんなに大事なんだろうな、岸田にとっては。顔が泥で汚れないよう、独裁であらかじめ顔中にクソを塗りたくっておいて事なきを得た。得てない。顔に泥を塗るよりも大事になったんじゃないでしょうか。これ自民党内の多数意見を潰したっていうですね、そういう岸田総理の愚行は、顔に泥塗る以上の、クソを塗りたくったとかですね、尿で目を洗ったとか、そのレベルの大失態やらかしたんじゃないでしょうか。不満を表明した議員は二度と岸田政権に協力しないし、総裁選、次の総裁選で絶対投票もしないしね。サミットで舞い上がって1年後10年後のことを考えられないようで、前から思ってましたけど、岸田総理って地頭がどうしようもなく悪いんじゃなかろうか。テストは多少できても、東大に3回落ちましたけど、地頭がすっごい悪いんじゃないの。聞く力とか言って、リーダーはそれじゃダメなんだよ。聞かない力っていうのがですね、一方を指さしてこっちだーっていうですね、余計な意見は聞かない力っていうのが求められるんですよね、実はリーダーには。それをね、聞く力なんつってそれを自慢してるみたいですけど、そんなの右往左往します私はって言ってるようなもんで、地頭がすごく悪いんじゃないかな、思ってましたけど、やっぱり悪いようですね。泥を塗られるのが嫌でクソを塗っておくっていうですね、だって自分を育ててくれる党の過半数を敵に回してんだから、どう考えても損得感情まるでダメ、全然ダメ、全くダメ。これからも反対多数を封殺して好きなようにやっていけばいいんじゃないですかね。で、自民党が右と左に分かれてくれればすごくいいですよ。応援、しやすくなる。左自民プラス公明と右自民、維新。ひょっとすると維新に数抜かれちゃうかもしれないけど、右自民がね。ってなれば、3つになれば、立憲と共産の存在感はますます薄くなるし、トップ3がこれになればね。西日本新聞が早速トランスジェンダー受験を模索する女子大という、記事を書いてありました。記事要約なんですけども、2017年に日本学術会議、トランスジェンダーの生徒が女子大に進学できないのは学ぶ権利の侵害にあたると政府提言。これはまた早いうちから活動を開始してたもんだな。これを受け、筑波女学園大、奈良女子大、宮城学院女子大、トランスジェンダーに門戸を開く。日本女子大、お茶の水女子大も来年から門戸を開くそうであります。一般反応ですね。早速調子に乗り始めたら、入りたいというのは自由。共学行けばいいだろうが。女子大という存在が差別だから、共学しろって言えば、俺だって女子大に入りたいんだが、体が男ならダメだろ、手術してからまた来い。女子大だから入学させたい層は無視か。ちゃんと手術して戸籍も変更するなら、仮に入れたとしても針のむしろで嫌な思いすると思うぜ。そのうち女湯に入らせろと言い出すと。学術会議の行動の速さには驚いた。もう5年も前に手打ってた。6年前か。連中の間にですね、こうすれば日本は壊れるっていう一致した意識があるっつうか、なんつうか、戦略があるっつうか、こちら側もですね、こうすれば日本を守れるみたいな一致した意識というか戦略が必要と思いましたね。思いつかないけど。女子刑務所に自称女で体男の囚人入れたら強姦しまくったっていう事件がアメリカでありました。そうならないように手術して戸籍も変更すれば女子大入学も女子校でも許そう。手術すれば。私は竿つきはダメだおじさんですんで、竿つきはダメだ、竿つきは。そうでないなら単なるわがまま。自称するだけでいいなら私だって女子大入りだったよ。10位の女子大なんてありませんけれども、一つも。ほっこりニュース。立憲の逸材、石垣のり子。立憲共産路線って何が悪いんですか。人権と民主主義を守ろうとする陣営が協力しないのは当然じゃないですか。私は日本のファシズム化に抵抗する全ての人々と共闘し、共に歩みたいと思っています。一般反応、共産党の方がファシズムでは、党首独裁の共産党のどこが民主主義で、共産党のどこに人権と民主主義があるのかさっぱり、そんなことは有権者が判断するということが全く理解できていないのが左翼の特徴なんだよね。実際共闘してこれやばいってなってすぐ来たのにまだ理解してないのな。何も悪くないけど支持は得られない。立憲共産党の歩み、枝野幸男執行部、共産党と選挙協力開始、連合、おいバカやめろ、安住、連合より共産党のリアルパワー、衆院選ボロ負け、枝野辞任、共産党逃がさないわよ、圧力、新代表泉健太、なんとなく共闘路線を引き継いだような引き継いでないような、統一地方選惨敗、国政補選全敗、泉代表どことも協力はしない、石垣共闘の何が悪いんだ。なんか周回遅れでほっこりしますね。時勢が全く読めてなくてね、泉執行部が共闘しないって言ってるのに、やっぱ自分だけの理屈で邁進して後悔も反省もしない石垣は立憲よりも共産党向きの人材なのかな。今後もいろいろとですね、変なこと言って楽しませてくれそうな予感がいたします。というわけでですね、引っ越しします。まあどうでもいいですね。明日ちゃんと動画載せられるかどうかちょっとわかんないです。上げたとしても短い動画になるかもしれないですね。ご了承ください。何卒、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。